甘いボールというかね、なんかその高めにスッとくるようなボールはあるんですけど、はい、そのボールをバッターがそんなところに投げてこないというような印象付けるようにその前まで投げてるんですよね、コースコースにきっちりと厳しく投げていくので、はい、打者の視線というのはそのコースに、目付けをつきますのでね、真ん中にはないよと、甘いボールは来ないよと、なるほど、で来た時にはあっていうような感じあるんですけど、もう動かないんですよね、それでこう見てしまうっていうのは出てくるんですけどね、はい、あ、岡田空振り三振、岩隈7つ目の三振を取りました、ワンアウト。そういうところがこの岩隈のうまさなんでしょうけどね、はい、まあ、ここまでオリックス打線を0点に抑えていますが、岩隈のいい時、一番いい時に比べると、まあ、まずまず満点ではないですよね、はい、その中で被安打2、相手を0点に抑え込んでいるといううまい投球がついています、エース岩隈です。コースコースは本当に投げるわけでは来てますよね、緩急を使いながらね、はい、これはどうか、うん、スイングを取られました、ワンボールツーストライクです。そうやはりスライダーを狙っているが目つけになってボール球を振ってしまうんですよね、はいはい、高いゾーンを打っていくっていうすればあれを防げたんですからね。あ、空振り三振、バルディリス、岩隈は T 岡田、バルディリス連続三振です。2アウトランナーありません。本来のそのフォークのコントロールというものがここで来てますんでね、はい、先週の宮城のエース対決では岩隈の方が先にマウンドを降りました。今日はなんか意地を感じますね。ありますね、まあ、気持ちはかなり入っていると思いますね。そうですね、はい、右の方に切れました、ファウルです。追い込んでいます岩隈。先週の火曜日のこの対決では岩隈の方が6回95球9安打4失点で先にマウンド降りています。金子は9回130球で完封勝利を飾っていました。先週の火曜日の宮城のエース対決でした。左バッターのインコースのストレート、はい、それが本当にきっちりと投げれるようになりましたので、はい、バッターの先入観を打ったとしてもファールしかならないんですよね、なのでそういうボールがあるがためにフォークボールを振らされてしまってますね、はい、ここは見ていました、3ボール2ストライク。若干こう力が入るときに腕がちょっと下がって投げる時があるんですね、岩隈がね、はい、その時は力んでる時なので、そういう時のその次のボールっていうのは失投がありますから、あ、そういうの観察してるとね、またチャンスが増えてくるんですけどね。そうですね、はい、真ん中に来ました、打っていってファウルになっています。フォークなんですよね、やっぱりね、ちょうど内ごろの高さに来ましたね、はい、ただそのバッターの心理としてはこの 2-3 のカウント、先ほどインサイドにまっすぐ厳しいボール、避けるようなボール、ストライクなんで、それが残るんですよ。見逃しの三振にすんよく、この回は三者連続三振です。岩隈ラッキーセブン、素晴らしい投球でした。
7回を終了、神戸の試合0対0です。